台風10号の影響で県内は雨が降り続いています。この先3日間は多いところで24時間雨量が250ミリから300ミリと予想されていて、厳重な警戒が必要です。午前1時の静岡市駿河区です。雨足がまた強まってきました。暖かく湿った空気が流れ込み、連日県内は大雨に見舞われていて、災害も起き始めています。伊東市では倒木で電線が切れるなどしたため、付近の住宅およそ500戸が停電しました。今停電してて、で冷蔵庫つかないんでご飯買いに行こうかなって、コンビニ。ああ、そうですか。はい。現在市道の一部を通行止めにして復旧作業を進めています。下田市の人気観光地白浜大浜海水浴場では雨が断続的に降り、海水浴客とサーファーはまばらでした。過去一強いって聞いてるんでちょっと怖いですね。埼玉海ないんで、海の怖さがまだ知らないんでちょっと怖いです。海水浴グッズのレンタル業者は店じまいに取り掛かり、周辺の店舗や駐車場は営業休止が目立ちました。台風から距離がありますが、降り始めからの雨量はすでに御前崎市で 373.5 ミリ、磐田市で 349.5 ミリなど各地で300ミリを超えています。交通機関への影響も長引いています。 JR 東海によりますと、東海道線は静岡駅と掛川駅の間、浜松駅と豊橋駅の間で運転を見合わせています。現在も一部地域で避難指示が発令されている浜松市では、浜松市立の9つの小学校と6つの中学校が休校となりました。この先3日間は県内の24時間雨量が多いところで250ミリから300ミリと予想されていて、土砂災害などに厳重な警戒が必要です。台風10号は午前8時ごろ鹿児島県に上陸しました。今後次第に進路を東へ変えて、勢力を弱めながら本州付近を東へ進む見込みです。東海地方では暖かく湿った空気の影響で日曜日ごろまで降り続く大雨に警戒が必要です。